西日本や東日本の各地で猛烈な暑さとなり、九州や四国では38度前後に達しています。気温の上昇に伴って大気の状態が不安定になっていて、気象庁は熱中症に注意するとともに、落雷や竜巻などの突風に十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、西日本を中心に高気圧に覆われて晴れて、南から暖かい空気が流れ込んで気温が上がっています。午後2時半までの最高気温は、宮崎県西都市で38度2分、高知県の四万十市西土佐で37度6分、浜松市船切で36度9分、甲府市で36度4分、福岡市で35度8分などと各地で猛烈な暑さになっています。また、先日記録的な大雨となった山口県の萩市でも34度6分まで上がっています。このほか、大阪市で34度1分、東京の都心で30度7分などとなっています。気象庁はこまめに水分を取ったり、適切に冷房を使ったりして、熱中症に十分注意するよう呼びかけています。一方、西日本や東日本では気温の上昇に伴って大気の状態が不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、落雷や竜巻などの突風、低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。